とタレントの武井絵美が9月1日に結婚したことを連名で発表した。武井は妊娠3ヶ月で来年4月に出産予定だということも分かった。挙式や披露宴の予定は決まっておらず、会見は行わないという。武井が所属する芸能事務所のオスカープロモーションは、所属の女性タレントに25歳まで恋愛禁止という暗黙のルールがあるとされています。しかし武井はこれを破って23歳で結婚しました。いうことは、このまま芸能界を引退するかもしれません。武井は以前から結婚は早いうちがいいと発言していますから、家庭に入りたい願望が強いのでしょう。武井は過去にバラエティ番組秘密の嵐ちゃんに出演した際、さまざまな質問に答えつつ、嵐の二宮和也や櫻井翔と話をする中で、23歳くらいまでお仕事を頑張ってポンって結婚して、23歳くらいがちょうどいいんじゃないかなと目を輝かせながら理想の未来像を語っていた。知り合った直後から高博に好意を抱いていた武井。武井は高博と共演し、交際のきっかけとなったドラマ戦力外捜査官に出演した際のインタビューで、高博について気取りがなく自然体の方、今後また共演することがあったら兄弟役で出てみたい、あんなお兄ちゃんがいたら自慢できる、九州男児だからなのか女性には優しく男性にはちゃんとしていなきゃいけないというご本人のルールのようなものがあるようですとコメントしている。当時からかなりの好意を持っていたようだ。武井は現在 JTB やイオンなど10社との CM 契約をしています。事務所の屋台骨を支えるほどに仕事をしているだけに、簡単に芸能界から引退とはいきません。今後は出産を控えているということもありますが、事務所としては出演する形を変えてまだまだ頑張れという要望は出すでしょう。所属事務所は25歳までの恋愛禁止というルールについて、必ずしも縛りつける意味ではなく、デビューしてから25歳ぐらいまで脇目を振らずに頑張っていかないとスターになれないという誓いで臨みなさいという意味で、特に禁止しているわけではありませんとの見解を出している。武井はいつどこで家庭に入るタイミングを発表するのか、人気女優だけに注目される。契約次第だろ。 CM 契約が切れたら徐々に消える。引退していいよ。その割には絶対合わせないとか事務所公式コメント出してたよな。スポンサーの手前かもしれんが、ゴリ押ししてるだけで特に需要はないだろ。最初から家庭に入っててくれよ。ゴリ押しの主演でチャンス奪われた女優たちがかわいそう。武井の代わりにゴーリキー押すから一緒。次席、次次席はゴーリキーさんと忽那だけどいいのか。言わないよ。ドラマも見ない。意味不明。何で結婚が引退なんだ。やんわり引退しろ攻撃なんじゃ。ジャニーズが世間で叩かれたからむやみに星上げることはできないんじゃ。もう引退でいいだろ。ちゃんとしてなきゃいけない本人ルール持ってるやつが結婚もしないで妊娠させるとか、お願いだから即刻引退してくれ。腰掛け女優、秋元グループが愛人見つけて引退みたいなものか。秋元グループよりはマシだけどな。決まっていた仕事を直前で逃げ出してエグザイルに入ったのに、ちゃんとしていなきゃいけないってどの口が言ってるんだよ。高博が大して稼いでないだろうから、武井闇の紐になりそうだな。言うことを聞かない武井は徐々に干される代わりを見つければいいだけ。武井はもう主役は来ないか、損害を賠償するまではちょい役ででもこき使われるな。なんというサウル、自分が人気があると本気で思ってそう。ゴリ押し婚おめでとう。仕事全部こけてるやん。需要ない。視聴率取れてるのならともかく、そこまでするかな。ウエトコースでしょ。今やめたら数十億と言われてる違約金を武井が全額返済しなくなる。イオンでパートすればいいよ。以前のこの事務所はここまでひどくなかったよ。地上波から消えた剛力あやめ、忽那しおり。剛力はアンビリーバボー司会やってるやんか。アンビリーバボーの剛力はなんか好き。剛力は実際に見たらお人形さんみたいで可愛い。あれ剛力っていうの？後ろの百太郎かと思ってた。忽那さんはハリウッド女優なので、そいつらまとめても上戸彩のゴリ押しには勝てない。